皆さんこんにちは、武田塾の高田です。清水です。清水先生、地方国公立大学の時代が来ているということで、大地方国公立時代ですか。日本経済新聞にもね取り上げられてるんですよ。というわけで今回のテーマは地方国公立大学特集、それについて話していきたいと思います。日本経済新聞の記事まず見ましょうか。はい。地元大進学率50年で最多、中でも石川県は地元進学率 47.6% で、去年と比べて 14.5% 上がってる。群馬県も 14.3%、 和歌山県も 11.5%、金沢大とか群馬大の人気が上昇してるってことですね。ということですね。地元進学率地方で高まるということで、ね、地方国公立人気になってるみたいなんですよ、うん、コロナの影響とかもあると思うんですよ ね。最近でこそ落ち着いてきましたけども、うん、今までは東京怖いよねみたいな、大阪やばいらしいよみたいな行ったら死ぬんじゃないかぐらいな僕地元淡路島なんでおばあちゃんにめっちゃ心配されて、東京で死ぬんじゃないかみたいな大丈夫だっておばあちゃんみたいなね、そんなこともあったんですけど、地元の方が安心だろうということで、2021年とか2022年とか、うん、地元大学の人気が上がってるんだろうなと思うんですが、分析だけじゃなくて、うん、国公立大学の何がいいのか、その辺をちょっと僕分析しましたんで話していきたいと思います。今までは八尾先生とかは過激なこと言ってましたよね。東京の私立大学と関西の私立大学に進学するのが正義みたいにね、うん、そこまでは言ってないかもしれないですけど、傾向としてはね、次第推しがちょっと捉えられかねない発言もありましたけども、八尾先生はもう茨城県の高校に通ってた時に学校の先生に、はい、お前は釧路公立大学に行けとにかく国公立だって言われたのが相当ショックやったみたいなね、まあ、トラウマがね原因となってるのかもしれない、うん、だからもう茨城で地元にいるよりは他に出ろみたいなことをね八尾先生言ってましたが、今度逆に地方国公立のメリットを話していきたいなと思います、はい、地方国公立は最高なんですよ国公立代表として推していこうなそうなんですか。今回はこの動画では地方国公立を、はい、いいところね話していきたいと思います。一つ目、専門的に学べる学部が各大学である。この大学といえばこの分野って、はい、結構地方国公立って強いですよね。そうですね、教育に強い旧師範学校っていうのがあって、明治時代とかですかね、国が教育に力を入れていこうということで作った教員養成大学があるんですけど、うんうん、どこか知ってますか。東京学芸大学。東京学芸も一応そうなのかな。筑波とか、はい、広島大とか、ね、その2つですね。筑波大学と広島大学が旧師範学校って言われてて、はい、大学の最初の授業でやりましたその辺とか教育めちゃくちゃ強いですし、うん、歴史もあると。広島大は本当に広島以外のところからも教育に強いからっていう理由で進学する人が各エリアからいるイメージですね、うん、いますね。経済学部に強いでいうと旧三省大っていうのがあって、一橋とかね入ってくるんですけど、東京でちょっと別格ですと。一橋置いといて、神戸大学と大阪公立大学、うん、旧大阪市立大学の小学部とかね、三省大経済系に強いですよ、はいはいはい、あと滋賀大学とか小樽商科大学とか、うん、北海道ですけど経済系で歴史のある大学で、うん、経済学とか小学部について専門的に学べますよと、はいはい、で特徴のある大学あるんですよ。そうね、東海圏だとはトヨタのお膝元って形で、工学系のね学部とかが強い大学が結構多いですよね。名古屋工業大、名工大とかね、うんうん、薬学部に強い富山大とかね、はいはい、プログラミング系に強い会津大とかね、各大学に東京に全て揃ってるわけじゃなくて、はい、地方に魅力ある大学がね、はい、あるんですよ。豊橋技術科学大学、あ、国公立なんですか。知らなかった、はい、自分も。専門的に学べる学部が各大学であるっていうところで、地元の大学もいいんですけど、離れた距離の地方の大学もここの大学こんなこと学べるんだ、ちょっと行ってみようみたいな感じで、うんうん、視野広げて目指してみてほしいなと思いますね、はい、2つ目、勉強に集中できるっていうのが地方国公立のいいところで、東京は誘惑が多い。結論そういうことなんですけど、はい、例えば地方から東京に上京する子って勉強だけが目的じゃないと思うんですよね。東京で遊ぶぞっていうのも一つの目的だろうし、勉強するぞの子もいるだろうし、就活に強そうだから東京行くとか、起業してみたいなとか、ビジネス興味あるインターンしてみたいとかで、東京の方が企業が多いわけだから企業行こうとか、いろんな人との出会いがあるから東京に行こうとか、いろんな目的があって大学に集まるわけじゃないですか。ぶっちゃけた話、みんながみんな勉強しようと思って来たわけじゃないみたいな、東京の私立だとあると思うんですよ。文系とか私立は、うんね、やっぱりそれこそ院に進学しますみたいな、うんうん、行ける人は全般的に多いかなと思うんですけども、うんうんうん、少ないですよね。誤解を、ね、招くかもしれないですけど、東京行って遊びたいっていうのもそれはそれで別に悪いことじゃないと思うんですよ。いいことだと思うんですよ、それでモチベーションが上がるならね、うん、ただじゃあ地方の国公立ってじゃあどういう気質の人が集まるかっていうと、真面目な人が集まる傾向にあると思うんですよね、うん、みんな勉強したいと思って大学に来てて、何か一つの学部の学問について学ぼうって思ってるから、勉強に集中できるって意味ではそうだと思うんですよね。目的意識が学問面とか、はい、学問を活用したりとか資格を取ってその後に生かそうっていうのがはっきりしてる人が多いのは間違いない傾向じゃないですか。
公立の方がそういう子が多いかな、はい、私の場合国立レベルではありますよね、東京学芸大学って、うん、まあ、東京なんでちょっと地方っていう感じではないかもしれないですけど、うん、東京のマーチの学生とかと日々予定することが多いですけど、うん、もう全然雰囲気違うなっていう風に、あ、真面目な子多いですよね東京学芸大は。そういう人が地方の国公立にも多いんで勉強に集中できる、みんながみんな、ね、もちろん全員とは言わないですけど、はい、みんながみんな勉強頑張ろうとかそういう方向に向いてるだけでも全然違うかなと思ってて、ね、想像ですけど休み時間とかも大学のレポートの話とか授業の話とかを地方の国公立の子たちはしてるイメージで、私立の東京の子たちはインターンどうするとかバイトどうするとかプライベートの話をしてる人の方が多いなみたいな、こういうイメージでちょっと偏見も込みかもしれないですけど、まあまあ、そういうイメージありますよね。最高としてはそう、勉強頑張りたいんだって明確な意思がある人は地方に関わらず都会に関わらず国公立の方がいいんじゃないかっていうのはありますね、うん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 、教授の先生たちもやっぱりね国公立の方がいい先生って言ったらあれなんですけど、専門的にやられてる先生の方が多い気はします、うん、ゼミの人数とかも全然違うなって思う時は結構あって、あ、はい、少人数で1教授あたりの人数が少ないって言ったんですよね、うん、それ1人目が届くみたいなことも傾向としてはあるんじゃないかな。なるほどなるほど、少ないですしね、うん、3つ目親御さんが喜ぶ系ですね。全てが安い、一回みんなもう親になってほしいだと、高校生の子供ができたと思って親になってほしいだと思うんですけど、僕らも武田塾でね社会人として働いてますと、はいはい、でお給料もいただいてますとってなった時に子供ができたとしましょう、その子供を東京に行かせて一人暮らしさせて私立の大学の学費も払って、いよいよ東京の私立行ってこいって結構言いづらくないですか。私東京出身なので、はいはいはい、東京だったらいいんじゃないってなると思うんですけど、もちろんもちろん、じゃあ関西の私立大学行きますってなったら、はい、いやいやいや国公立行けよ地元でとは思うと思いますね。まあそうですよね、みんなも東京行きたいとかいろんな思いあると思うんですけど、親目線ね結構大変なんですよ。関西はまだ僕物価安いと思ってるんですよ、どっちかっていうと、はいはい、東京出てきた時に家を探すじゃないですか、はいはい、家賃がね関西のプラス3、4万するかなって感じですね、体感そんぐらいのイメージです。関西で5万で借りれるところが8万になってるみたいな関西だからまだそうですけど、はい、もっと地方からしたらそうそうそう、とてつもない差がありますからね。そうなんです、同じ値段で家族住めるかもうワンルームかぐらいの違いがあるんで、うん、差がすごいですよね、ある経費関係は。国公立私立のもちろん学費の違いもある、家賃の違いもある、物価ちょっとご飯食べるってなっても東京だとやっぱ1000円ぐらいはね普通かかってくる、でも地方だとね500円ぐらいで結構美味しいご飯食べれたりとか、まあ、ちょっと極端な話かもしれないですけど、何事においても安いのは地方なんで、親に迷惑かけたくないみたいな思いが強い人とかは地方の国公立向いてるなと思うし、難しいとこなんですよね、だから親めっちゃ気にしてその私立諦めろみたいな話をしたいわけでもないんで、山火先生路線、どうしても東京に行きたい理由があったりとか、うん、東京の良いお金がかかる次第に輝いたとしても、うんうんうん、その先にもっと稼げる未来だったりとか、うん、どうしてもその路線で行きたいっていう強い覚悟があれば全然それはそれでいいとは思うんですよ、うん、ただ私どっちかというとコスパコスパよく言ってるじゃないですか、ね、動画でも僕の場合はもともと主に東京で教員になりたいなと思ったんで、同じ目的が達成されるんだったら安い方がよくねとか思っちゃって、学芸大っていうのをそれ以外眼中に出てなかったみたいな感じだったんですけど、そういうところができるんだとしたら地方国公立ってやっぱ最高だよなというふうに思いますよね。なるほど、宮廷とかになってくるとやっぱ難易度的にちょっとねなかなか手出しにくいなとは思ってくると思うんですけど、地方国公立は戦い方めちゃめちゃあるんで、そんなにめっちゃ進学校じゃなくても今まで勉強倒っててもうまく賢く勉強すれば逆転合格みたいなことは達成しやすいですしっていうふうに思いますね。難しいですけど、私立行きたいって明確な目標があるんだと、それはもう親御さん説得して、で大人になってそれこそ親にお金返すぐらいの気持ちでねやったらいいと思うんですよ、車買ったらあげたらいいと思うんですよ。そうなんです、ただ現実問題地方の方が安いよってだけを話してるだけでね、それもメリットかなと思います。4つ目、仲良くなりやすい。地方国公立のいいところって大学の周りにみんな住むんですよ。もちろん地元の子は家から通う、それ以外のところから来てる人もいる、大学の周りで3万から4万ぐらいのアパート借りてたりするんで、友達が周りに住んでるみたいな状況が生まれるんですよ、うんうん、電車とかも気にしないじゃないですかそうそう帰らなきゃみたいなあるじゃないですか、帰る時間とか気にしなくていいですよ極端な話山梨大の人と話した時に車通学してるって、はい、医学部の人とか多いかもしれない車通学ね、お互いの家行き来したりとか、うん、みんなで集まってたこ焼きパーティーしようぜ、鍋パーしようぜとかね、はいはい、遊ぶとこって言ったらあそこだよねみたいな感じでみんなそこに集まったりとか、コミュニティが良くも悪くも狭いんですよ、うん、強いつながりができそうですね。そうだから仲良くなれるんですよ。でそれに対して東京の私立大学はどうかというと一人一人いろんなコミュニティに属してるじゃないですか、バイト先もあればサークルもあればインカレもあるしインターン先もあるし、サークルだってめっちゃあるじゃないですか東京で。確かにここのサークルが一番居心地がいいんだとか、ここのバイトの関係性が一番居心地がいいんだ、ここのインターンしてるのが一番居心地がいいんだ、ここのクラスが一番居心地がいいんだみたいな感じでみんなねもうバラバラの方向いてるんですよ。仲良くなれるので言うと地方国公立とかで長時間一緒にいる方が仲良くなれんじゃないかなっていう高田予想です。いまだに仲いいランキングで言うと、はい、うん、高校の友達の方が多いんですよ。仲良くなれなかったんだ東京の大学語弊がありますけどね、まあまあまあ、はい、塾講師のアルバイトが大好きだったんで、はい、塾講師のアルバイト時代の友達も結構今関係
性深くついてて、大学の友達も仲いいんですけど、それと比べると確かにそこまでではないなっていうふうになっちゃってた理由は、やっぱり僕のメインのコミュニティは大学じゃなくてアルバイト先になったなっていうふうに今めっちゃ聞いてて思いました。東京やったらみんなそういう状況じゃないですか、うん、クラスで会話はするけど一番は別の場所があってみたいな。コミュニティが狭いっていうのは良くも悪くも仲良くなれるよねっていうところでいいところなんじゃないかなと思います。なんで、まあ、まとめるといいところとしては、勉強したい人は結構地方国公立おすすめだなと。勉強に集中できる環境があって、周りのみんなと仲良くなれて、お金もそんなにかからずね、自分のペースで過ごせるっていうところは地方国公立の強みだと思います。欠点的なところを話しておくと、就活とか現実問題東京の方が強いですね。就活の会場とかも東京だったりするんで、地方国公立の子たちがね、夜行バスで取って限られた日だけ東京行って、そこで面接してっていうことが多かったりするんで、そうすると東京の私立の方がやっぱ強いんですよ。情報とかも早いしね、東京の私立の方が。だからちょっと就活とかでは結構欠点かなとは思います。人との出会いとかもやっぱコミュニティ先ね、狭いから仲良くなれるんだって話したんですけど、超大物社長がとかね、そんな出会いとかやっぱ東京とかにしかないかなと思うんで、将来的に成長したいんだとかね、いい会社入りたいんだ、ビジネス経験したいんだとかって人は東京とかの方が合うかなっていう、人との出会いを求めるなら東京かなっていう感じがしますね。僕も東京にいなかったらここにいないかもしれないですね、うん、社長に DM 送ってお茶しようって言ってすぐお茶行ける距離だったから今ここにいるのかもしれないですね。そうですね。あともう一個はワクワク感が地方国公立ないなっていうふうに思ってて、受験生目線、勉強のモチベって欲しいじゃないですか。来年のイメージだと思うんですよ。私立寄りになっちゃいますけど、僕兵庫県の淡路島出身です、めっちゃ田舎ですと、電車も走ってないですと、でそんなとこ出身で、もし東京の青山学院に来年自分が行くとしたらみたいなこと考えると楽しいわけですよ。青山学院とか慶応とかで、あのおしゃれな表参道渋谷、昼休みにパンケーキみたいな、こんなおしゃれな生活が来年待ってるんだったら頑張ろうみたいなのが地方の子だと思いやすいと思うんですよね。ある程度ね、来てはいけるんで、東京の人でも地方でも、仮に地方のね、とある大学に目指すっていう風に決めたとしても、来年のイメージしようって言われても、そんな刺激的な生活が待ってるわけじゃないじゃないですか。東京で渋谷で表参道でわーみたいな、おしゃれなカフェでどうのこうのみたいな、そんなんじゃないからモチベは湧きづらいと思う。そうね、だから大学生活どんなものを描きたいかが結構重要かもしれない、ね、うんうん、そう、勉強したいなら国公立おすすめですとか、あと何者かになりたいと、社会にインパクトを与えたいだったら私立、まあ私立じゃなくてもいいですけど、はい、まあ、東京、東京ですね、首都圏とか関西とか、うん、だと思いますね。そういう刺激が多い街の方がそういう人の需要は満たされるんじゃないかなと思いますね。政党とかタイプにもよると思うんで、この前武田塾札幌校に行って、筑波大か早稲田か迷ってますみたいな子がいて、で将来何やりたいのとか、どんなこと勉強したいのみたいな言ったら、心理学勉強したいんですみたいな話をして、早稲田も結構各学部力入れてるじゃないですか。東京の私立の中で早稲田めちゃめちゃいいと思うんですよ。ただ勉強頑張るってなったら、学生の気質的には筑波って結構本当に研究機関みたいな印象あるじゃないですか、熱心なイメージあるじゃないですか。悩むねと、どっち行っても楽しい、どっち行っても正解だと思うよと、勉強頑張るってことだけ考えると筑波とか結構いいんじゃないみたいな話は、まあ、逆に言えば、はい、ネームバリューだけでとか、はい、楽しそうな大学生活送りたいからだけで、うん、地方国公立に進学する人は、まあ、ほぼいないんじゃないかなっていうふうには思うので、うん、そういうところを踏まえて、同じ目的意識を持った人が集まった環境がいいなと思う人は、うん、国公立はすごくいいなと、ね、そうですね、地方国公立もいいとこあるぞということで、いいところ4つ考えて、地方国公立もじゃないです、地方国公立こそいいとこたくさんいっぱいあるんで、武田塾チャンネルでも今後ちょっともっとフォーカスしていきたい。なるほどなるほど、僕はちょっとね、国公立出身ですけど、一応ちょっとフラットに見てます。なんでこんな考え方違うかっていうと、田舎出身やからなんですよ。田舎コンプレックスがすごいんですよ。淡路島で生まれたんで、都会出ろっていうのは同じあるんで、東京出身のね、清水先生には分かんないね、田舎で中高を過ごしてきたっていうコンプレックスをなんとか克服したいっていうこの気持ちも分かるんで、逆とかありかもしれないですね。東京の子が地方国公立行くとかも面白いと思うし、地方の子が東京のね、私立行くとかも、なんか環境を変えるみたいな、大学生活せっかく一度きりなんだから、今過ごしてた環境と変えるって意味でいいかもしれないですね、うん、学部の人とかガンガン地方行きますよね。あ、そうですね、そういうとこはすごいいいんじゃないかなとは思いますね、うん、例えば宮古みたいなとこって、僕らも全国出張してますけど、そのとこそのとこに魅力があるんですよね、うん、地方やからとか田舎やからってなんかバカにできないなっていうふうに思いますし、うん、江上先生もなんか釧路公立勧められたってね、いろいろ言ってますけど、いいとこめっちゃあると思うんですよ。田舎だからっていうのでバカにするのやめてほしいなと思うしなので全国の地方のね、国公立大学通ってる人とかは、うん、地方国公立大学の魅力とか、うん、実際さっき上がってきたから、うん、学生たちの雰囲気とかね、うん、休み時間何してるのかとか、うん、そういうのはね、どんどん聞き込んでくれると、今の受験生の参考に非常になるんじゃないかと、はい、なんですけど、はい、この前だけど静岡校に行って、はいはい、松下校社長にちょっとお話いろいろ聞いてたんですけど、静岡校ね、ベテランの先生ですね、はい、静岡文化芸術大学っていう大学があるらしいです。知らない、国公立なんですね。恥ずかしながらちょっと知らなかったんですけど、はいはいはい、私立か公立になったらしいんですよ。なってから人気ゴンゴン上がってるらしくて、あ、国公立だから学費も安いし、そうです、地元の地方国公立進学ニーズっていうのはあるんだと、うん、
というふうに思うので、地元でそれなりに狙いやすい国公立、うん、いい国公立に行きたい人は結構多いんだなっていうふうに実感しました。なるほどなるほど、はい、落ち着いて勉強したいみたいな性格の子は絶対地方がいいなと思いますね。とかその大学に自分がやりたいことがドンピシャあるとかあれば、うん、すごい魅力的な志望校になるんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、私立は私立でねいいところめちゃくちゃあるんで、それをフラットに考えて自分に合う大学どこなんだっていうのは探してほしいなと思います。はい、というわけで今回は以上です。助けてください、思ったように成績が伸びません。任せてください、竹田塾が正しい勉強法を教えます。モチベーションが続きません。毎日の勉強を徹底的に管理します。志望校に合格できるか不安です。今から間に合わせるプランを教えます。夏だけではこれらは入会金無料で受けることができます。詳細は概要欄から。